TRPG とは、テーブルトークロールプレイングゲームの略。すべての処理を言葉で行うゲームだ。ゲームマスターがゲームの進行を担当し、プレイヤーの置かれた状況を口頭で説明。それに対して各プレイヤーが役になりきって冒険を進めていくという、まさに声優にうってつけのゲームなのである。というわけで、今回は初心者プレイヤーである福原貴彦が TRPG を始めるための前準備段階、いわゆるチュートリアル編である。早速ゲームマスターの指示によってキャラクターを作っていくことに。ね、みんな年齢どのぐらい？45歳です。え、リアル若者って書いてあったよ。で、他のお二方は、どうか、はい。年齢後ろで。何歳ぐらいなんだろうね、僕らの声って。さすがにでも、10代って書くのは恐ろしくて。20超えてないとなんか。45で。あ、なるほど。年齢。わかりました。はい。名前と年齢書きました。このゲームでは、全部で8つの能力値に数値を割り振り、初期設定ではその合計を100にするよう設定する。最低は5、最大は20。筋力や知力といった能力値にポイントを割り振り、戦士、剣士、盗賊、狩人、魔術師、司祭の職業を制作していく。福島さん、司祭って言ってたね、今ね。あ、司祭って言ったね。まだ書いてないけど。うん、だって、5つぐらいの中からでしょ。みんな、何って考えてた？盗賊。ああ。じゃあ、俺、狩人。お前、さっき司祭って言った。了解です。マサオさんも狩人？うん。あ、なるほど。司祭でいい。司祭でいい。近寄って戦うやつがいない。俺、剣士行くよ。お前、そうだよ、剣士だよ。剣士だよ。リーダーだろ？ああ、そういう。あ、はい、剣士。はいはい。選べると思うの残ったやつに決まってんだろ。残ったやつって。いや、剣士やりたいな。よし。剣士と戦士がいるよ。剣士と戦士がいるか。ああ。タンクがいないぞ、このチーム。そうか、わかった。よし、じゃあ、俺、戦士やろうかな。どうしようかな。いや、そうか。そうね。臨場なんていらないな。精神力がいるのか？司祭だ。精神力がいるから、精神力を20にして、で、知力と知覚を5にする。はい。できた。5、5、20。ああ、なるほど、なるほど。これで100じゃない。いいんじゃない？物語を進めるにあたり、初心者プレイヤーである福原貴彦を助けるため、救済措置として、旅人というキャラクターが登場する。今回は、助っ人プレイヤーに特別ゲストとしてミリスンさんにプレイしてもらうことに。俺、司祭だけど、筋力20で、生命力20だよ。なんで俺の必殺技は、グーパンだからだよ。おー。なるほどね。文句的な？そうそう。文句的な感じだね。文句になろうとは思ってない。自然とそうなってる。ああ。
自覚がねないのね。そういう。オッケー。文句なんて堅苦しいじゃないですか。そうだね。そう思うよ。なるほど。生命力の3倍。生命力、生命、おぉ!60 もあるよ。これ俺と同じだからな。で、MP が、精神力の×3 ね。精神、15しかないよ。職業。自体に憧れてるっていいんじゃない?このぐらい。だって曲振りした方が強いんじゃないの?そうですよね。なんせ俺、無口の29歳ですから。やばいね。やばいね。いいね。いい。いや、もう本当にそうだと思いますね。うん、MP はまないから俺に期待するなよ。死人が出るぞ、このパーティー。職業とは別に、キャラクター個人の持っている得意な能力を決める。ここでは数あるギフトの中からプレイヤーが自由に一つだけ選ぶことができる。これを一つ選ぶと。じゃあ私幸運の星で。やっぱり。なんせ幸運値高くしたからね。じゃあ所持金も増える、ね、やった。じゅんちゃん銀のサジだったら初期の所持金が5倍にできるよ。マジで実家の支援を利用できるとかなってる。おお、すごくない金のサジ。すごいっすね。まあ、でもとりあえず幸運の星でいいっす。名前がいいよね。うん、そう。じゃあ僕が悪運にしようかな。嘘だろ。え、あれ天使なのに。うん、天使なのに。戦士なのに。タフとかじゃないんだ。タフ、レベルアップした時の上昇判定のダイスを3回振り最大のものっていうのは、これはなかなか。なんか、なんか、アドバイスが来た。うん、なんかすごいコソコソ喋ってるね。相変わらず、これ声ちっちゃい。大声で喋った方がいいよ。マジで?そう、それね。そうね。ちょっと、どうしよう。なんとか直さないとな、これ。これさ、回復が当てにならないんでしょ?なんでだよ。なんで当てにならないって決めた ?3 回使えるぞ。そうか。そうか。いや、まあ俺が覚えるかどうかは別だけどな、ね、俺はヒーリング覚えるとは限らないよ、ハギさん。やばいやばい。あれ、マサオさんカリウトだっけ。うん。ギフト何取ります。猫の目。猫の目。15だ。あった。あ、暗がり。おお、なるほど。じゃあ僕は声合ってる、声合ってる。大丈夫大丈夫。じゃあ僕は方向感覚にしようかな。オッケーオッケー。方向感覚ね。うん。いいよいいよ。はい、決まりました。プレイヤーの選んだ職業にはそれぞれ技能と呼ばれるその職業ならではの能力を身につけることができる。例えば戦士であれば前線を維持する能力、盗賊であれば探索や潜入、狩人であれば遠くまで見通す目、司祭であれば回復魔法といった具合だ。あ、本当だ、初期技能ある。あ、じゃあこれはもう全部持ってるってことですか。ロッドメイス、応急処置いらないね、こんなんでも。あの人前で殴り合うつもりだよ。習得技能、ハンマーと斧が使えますよ。ああ、じゃあこれは書かなくていいってことですね。おい、水泳覚えられる、格闘と盾も覚えられる。よし、とりあえず格闘覚えよう。やっぱりな。あと魔法を入れればいいんですか。
どうしよう、覚えるべき覚えてくれよ。ヒーリング、俺なんか水をきれいにするクリーンアップを覚えたいんだけどなるほどね。あ、いいんじゃない。そうだよ、ご飯食べられなくなるよ、もしかしたら。お水がね。そう、まあでもしょうがないな、最初ぐらいヒーリング覚えとくか。暑いなこの部屋僕防音室だから今32度になってます。やばいやばいね、ちょっと開けろ。やばいよ、うん、あ、死ぬかと思った。湿度が 79% まで熱中症になっちゃう。ええよ、ガタンと音がしたら救急車呼ぶよ。救急車、もしくはダイス振ってヒールかけるよ。届けばな、ここまで届けばな、うん、初期技能だけ書いておけばいいんだよね。はい、初期技能だけ。習得技能はレベルが上がったら取れるんだよね。そう、取れたら書くんじゃないか、うんうん、なるほど、これは盾はいりますね。盾とナイフじゃん。なんでナイフなんだよ。だってさ、福島さんがかなりピーキーな感じになってきてるから、ちょっと安定させないと狩人さんも盗賊さんもかわいそうじゃないですか。僕戦わないよ。どういう風に振ってるかわかんないじゃん僕戦わないよ。俺4人にプロテクト配ったらもうヒールできねえぞ。選択肢がですね、いやいやいや、選択肢がですね、レベル上げればいいんすよ。僕は絶対戦わないからな。死にたくない死にたくない、死にたくない。宣言してる。俺は死にたくねえんだよ。選んでないのに死でもいける。おい、うん、あれやで、おさらばするまでに使い倒してやるからな。面白い。なるほどね、なるほどね、そういうことなんだね。ケンジさん出番です。前へ行って先生。そう、まあ、なんか出てきそうだったら先生にとりあえず先生先生その箱その箱開けて、そこの床ちょっと立ってみて。なるほどね。床立つ罠的な。そうそうそう。あ、なるほどね。はーい。はい。待ってまーす、はい。プレイヤーが身につける武器や防具を設定する。初期技能で持っている武器スキルに合わせて武器を選ぶのが基本だ。持てる数にも限りがあり、能力値で決めた筋力に関係があるので注意しよう。筋力が有効。うわ、全然持てねえ。フレンドリーファイヤーがある。おっと、したい。マサオさんチャンスですよ。フレンドリーファイヤーをしたい。したい。カリウドカリウド、俺自分の防御力上げられますよ。ヘッドショットでフレンドリーファイヤーをしたい。持っていく武器を選ぶんですか。この中から7つ持っていけるってこと。20だったら。そう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 。なんか投擲武器ないのかしら。近寄りたくない。お、本当ですか。ナイフ投げよう。ナイフを投げよう。あれ投げるとなくなるとかそういう。なるほど。あはははは。ナイフを複数。何持っていけんの。いや。本当。あとは持てるだけラージナイフ。持てるだけラージナイフ。じゃあショート棒と
じゃあ持てるだけ矢を持っていけ。ボート、ナイフ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 で僕の手はいっぱいです。俺、コート、ブレストプレート、ラウンドシールド、クォータースタッフ、ショートボー、や。以上。俺ら、ダスターコート、あと、盾、で、ショートボーと、や。所持品が決まったら、武器の命中率や性能を書き込んでいく。ここでは一例として、道彦の持っているハンドアックスの性能を決めていくことにする。ハンドアックスのダメージは XD6 プラス Y と表記されている。 X には筋力の10の位の数字を、 Y は筋力の4分の1を当てはめる。プレイヤーの筋力が20の場合、 X は2、 Y は5となる。 D というのはダイス、サイコロのことで、 D6 とは6面体のサイコロを振るという意味だ。そうするとハンドアックスのダメージは 2D6 プラス5という計算式になる。つまり6面体のダイスを2個振り、出た目に5を足したダメージが相手に入るというわけだ。次は命中率を決めよう。命中率は敏捷力を3倍した数字に武器のスキルレベル ×10% を足した数字だ。判定にはダイスを振ってパーセンテージをチェックする D% という表記を使う。コマンドを打ち込むことで自動で計算してくれるプラットフォームで実際に見てみよう。このように10面体のダイスを2つ振ることで1から100までを表現できる。87。ここで求められた数字が武器の命中率以下なら命中する。例えば命中率が 70% の場合、57。70以下の数字なので当たったという意味だ。最後に受け流し、ブロッキング、避けを決めていこう。受け流しは敏捷力に3を足した数字。ブロッキングは盾を持っている人だけ。持っている場合は敏捷力に3を足す。避けは敏捷力そのままの数字だ。もしも格闘スキルを持っている場合は格闘スキルレベル ×3 を足そう。一回だけ仮想戦闘とかはそれだったら1時間かからない。これでいい感覚つかんだけば本番も数字の振り直しに役に立つってこと。そう数字が何で役に立つのか分かんない。